もこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。今日は集英社さんにお邪魔しております。いやー、ちょっと今日はね、 K さんたちいないで私だけなんですけれども、まあこれですね、見ていただければ分かる通りビブルカード公認 YouTuber 動画でーす。いや、ちょっと久々ですよ。待ってました。私、まあ、以前ですね、2021年ですかね。2年、3年前ぐらいに、このワノ国シリーズ出まして、で、それぶりの新しいシリーズということでですね、今日呼び出させていただきました。というわけで、もうこれ見れるってことなんですか？いいんですか？まあ、そう思ってきてますけど、私。今日はドキドキできましたが、とりあえず今日ね、ちょっと新しいビブルカードについてですね、おそらく動画になってますんで。ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方、よかったらお願いします。いろんなビブルカード動画上げてます。一緒に楽しんでいければ嬉しいです。いいんですか？もうあるんですよ、物品が。うわー、やばい。いいですか？いいですよ。お願いします。やべー、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。何？え、ちょっと待ってください。高橋さん、公認 YouTuber として、はい、ぜひとも誰よりも早く、はい、ビブルカードを手に取っていただきたいんですが、はい、ただで渡すわけにはいきません。ちょっと待って、これ、わー、そりゃそうだよな。若干デジャブ感もありますか？デジャブ感あるわ、なんかこれ懐かしい、この感じ。ここで抜き打ちワンピアイチェックをさせていただきます。怖すぎる。マジで？これを目の前にしてやばいわ。ルールは簡単です、はい。今から4問のエッグヘッド編に関する問題を出題いたします、はいはい。この問題に全て答えることができましたら、はい、見事、このビブルカードニュースターターセットをどこよりも早く、贈呈させていただきます。完全に抜き打ちでございますマジ。いや、俺全然こんなんマジで思ってなかったから、もっとさらっと見んのかと思ったじゃん。マジ、そんなに甘くはございません。甘くはないですか？はい。ちょっと懐かしいわ、この感じ。呼び出されてクイズやる感じ。わかりました。うわ、待って、絶対これはマジで見たいからね。俺見れなかったら、だってこれ動画で当日に見れない動画になっちゃうから。わかりました、頑張ります。はい、はい、もう早速、問題に移っていこうと思います。はい、1問目、準備よろしいでしょうか？はい、大丈夫です。はい、1問目、はい、エッグヘッドに存在するシマグモとウミグモは、凝結核のホニャララと水分の密度を調整して再現しています、はい。このホニャララに入る言葉をお答えください。大丈夫だな大丈夫だな、ちょっと落ち着こう。いや、ちょっと急に心拍数上がってるからはい、凝結核の、はい、パイロブロイン。正解です。おー、危ない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 ちゃんとクイズなんかちゃんとクイズだ。リギスが説明していたやつですね。やってましたね、はいはい。2問目いきます、はい。またこのさっきの1問目の近くで言ってたんですが、はい、リギスが言っていたエッグヘッドの動力は何でしょう、うんうん。おー、もうこのシンプルなやつでいいってことですよね。あの、最近明かされたというかは、まあシンプルな、火。正解です。おー、素晴らしい。うわ、ドキドキするドキドキする次は、少し、カメラが映りまして、はい、今回のビブルカードにも収録されているサボについての問題です。サボ、そう、サボ早く読みたいんだよ、これ。はい。早く読みたいよ。はい。3問目、はい、サボがマリージョアにてイムに放った必殺技は、はい、危険ホニャララ。これに入る言葉は何でしょう。はいはい。いや、大丈夫だよな。ちゃんと技名クイズだ。危険、大丈夫だよな。はいはい、あれだよね。はい。大丈夫だと思います。被験、大手飛車。正解です。おお素晴らしい。怖え。ちゃんと慣れきって出そうなクイズなんだけど怖え。最終問題に行きます、はい。最終問題は、はい、エクエトエンでも、ちょこちょこ出てきている、はい、ある男についての問題です。ある男、はい。世界経済新聞社のモルガンズ、うん、はい、彼はある悪魔の実の能力者です、はいはい。これは何の実の能力者でしょうか。はいはいはい、はいはい、大丈夫だと思う大丈夫だもん、はい、大丈夫です、行きます。はい、はい、トリトリの実モデルアルバトロス。正解です。おうわぁ、怖い、これマジで。さすがです。よかった、見事全問正解ですので、はい、そちらのビブルカードご開封お願いいたします。やった
いや、なんか道理でなんかあっさりしてるなと思ったんですよ、今回。なんか、来てもらって見れますみたいな感じだったから。いいですか？うわー！もちろんです。ありがとうございます。やばいー。いや、もうこれめっちゃ楽しみにしてましたから。もう出た瞬間、発表出た瞬間、もう、いや、もうこれじゃんっていう。このジャンプの表紙でルフィがね、ちょっと前に飾ったやつですよ。いや、開けていいですか？もちろんです。うわー。失礼します。いや、マジで。いや、超楽しみ。いやー。いや、もう本当に袋からだ。袋から。うわー、うわー。うわ、文字が紫ですね。今まで金色と銀色でしたけど。いや、紫、本当だからギアフィフスのこのカラーリングですね。うおー、おい、めっちゃいいや。いや、後ろえぐいって。これはナイスチョイス。これはめちゃくちゃいい。うわー、最高。失礼します。おお、あ、あ、あ、ここ、いや、ここも気になってたんだよ。ここも気になってた。今回、船。いいね。いやいや、しかも見てね。うわ、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 船だ、船、船。うわ、うわ、熱い熱い。今までの登場した船ですね。前はね、島とかいろいろありましたけど。うわぁ。前に乗ってないやつだね、だからね。ビリオンズの船まである。すげぇ。これはテンション上がりますね。で、なになに？うわ、え、これ、ルフィだ！ルフィ、ルフィ！うわぁ。うわぁ、今回だから1尾ですね。1尾と、あとルフィがね、2枚ですからね。ゲーフィフスバージョンと。失礼します。うわぁ、マジでテンション上がる。これはやばい。うわぁ、いきますよ。いきますよ。1枚ずつ前から見させていただきます。うわぁ、失礼します。うわぁ、いきなりルフィだ。いきなりギアフィフス。いきなりギアフィフス。うわぁ、あ、もう身がちゃんと、一人並み研究士モデル2価、カッコゴムゴムの身。うわぁ、なってるね、なってるね。あ、懸賞金30億。もう30億になってる。やっぱ最新で更新されるのやっぱ嬉しいな、これ。はいはい。あ、ギャラリーだ。もうね、あれはないからね。あれね、あれね。歴史ね、歴史。うわうわ、これちょっと待って、じっくり後でもうこれは。うわうわ、ギャラリー嬉しいですね。これちょっと前のロードトラフテルで、ギアフィフスの設定が結構あったけど、それが何個か書いてある感じが。でも、初か。なんかあんまそこでも載ってなかったようなあるイメージもある。ちょっと後で見比べよう。ここは見比べます、後で。あ、デルフィーの方は今度、ゴムゴムの実だ。ここがね。うわ、めっちゃいい。あ、お酒の強さ。あ、いいね、いいね。これ今まで載ってなかったやつですね。無限のうちに結構プロフィールいっぱいありますから、今まで載ってなかったやつがいっぱいある。うわー。あー、ルフィーはいいね。こっちはヒストリーがある。あ、カイドウ編の後ですね。ドロイー、エッグヘッド衣装。うわー、化粧機最新ですわ。最新になってます。うわ、待って、これめちゃくちゃ嬉しいね。あ、ゾロゾロゾロ。あ、え、これ初ですよね。あれ、これあった？待って、ルフィーの思い今気づいたけど、これギャラリー初？エッグヘッド衣装のギャラリーって初ですよね。おぉ、やっぱり。うわぁ嬉しい。あ、ほじくん、そっちを持っているなら、まあまあ、そうでしょうね。うわ、ナミも最新最新。エッグヘッド衣装やっぱ可愛いな。うわ、ナミ、いろんなデザイン案あったんだ。うわ、なんか他のも見たくなっちゃうな、これ。これ白ですけどね、今回、基調が。結構なんか黒っぽいイメージもあったんだ。うわ、ウソップもある。ゴークなってる。うわ、ウソップもだ。あ、これ、甲冑か、こっちは。てか、ヒストリーにみんなルフィの夢の果てを聞く入ってんのいいっすね。これ、ちゃんと入ってんのマジでいい。これ、重要っすもん。絶対。うわ、サンジ。サンジいいね。あ、やっぱ眉毛ね。眉毛、これ、SBS もありましたから。ん？なんだこれ？ギャラリー何これ？女の着物脱がし放題。いや、何か。小田先生、小田先生なんかこんなこと書いてたの。あ、まあ多分あれだろうな。オイランのね、とこでね、入るとこなんだろうな。あ、そうか、三十手配書が不明なのか。あれ、微妙に分かってなかったですもんね。確かなんかヒラヒラしてて。なんか結局戻ったっぽいみたいなね、感じでしたけど。あ、チョッパーも可愛い。チョッパー、絵いっぱいあっていいね。ボディ能力使用時もあって、ビビジジもあって、盛りだくさんですね。あ、しっかりエクエットのも結構細かく書いてあるんですね。だからみんなね。わ、ロビンちゃんいいね。デモニオフルールもあって。あ、スリーサイズはちゃんと乗ってる。ここはね、引き続きね、乗っていただいた方がやっぱり覚えられるんで。お、フランキーでけえ。フランキーでけえ。あー、いい、セニョールのこと書いてあんだ。うわ、フランキーね、これフランキー将軍かな。なんか全く別の案があったんだ。あ、手配書3人以降乗ってる、ちゃんと。はい、アブルック来た。全滅がトラウマ。あー、そうね、言ってたもんね。生ライブまで入ってる。骸骨かけるよ。これこの間だ。あ、ジンベ、ジンベ。うわ、入浴頻度初だよね。ここ初じゃない？ジンベは結構いろいろ初じゃないか？ね、ですよね。もしも一味が、父になって、入浴頻度毎日海散歩プラスシャワー。ほう、海入るんだ、だから。面白い。お酒の強さ1位ね。お、ちょっと、あ、この辺が乗ってたやつだ。一味が父が乗ってもな。11億。いいね。うわ、ジンベ初情報来たね。うわ、来た、サボ！サボ、うわー、通りだ、園庭になってる。うわー、元貴族。うわー、園庭になってるわ。これは嬉しいです。嫌いな食べ物。初やん。トリュフ？なんで？
っちゃ気になる。趣味出たね、一人旅。一人旅趣味。あ、まあまあ最初旅で、うわ、ちょっといろいろこも考えたいですね。イメージの差が、うわ、待って待って、すごい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 。すごいわ、立て続け、懸賞金不明。うわ、あ、懸賞金不明不明なってるよ、不明なってるよ、おい。いや待って、めっちゃやばいこれ。いや、ちょっともうサボやばいわ、新情報エグすぎ。うわ、ちょっとこれいろいろめっちゃ考えたいですね。うわ、これはやばいわ。うわ、サボやばい、これはすごい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 。ちょっと待って、ここもあと、あ、ちょっと一旦ここもちょっと後でも一回行く。ボニボニボニ、うわー、幼少期もある、ビフォーは待って、あ、12歳確定だ。武装色か、ボニ使ってたか。うわ、あれ、これあった、俺が抜けてるかも。元王族左右、あー、すごい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 。嫌いな食べ物人参、まあこの辺分かってるか。イメージ動物鹿出てるか。あ、もうなんか全部初みたいな。出身聖地バリージョン、うわー、まあそうよな、そうよな、いろいろだから投与されてたっていういろいろありましたから、うわー、そうだよな。いや、これはすごいわ。実年齢もね見てて、救済出て、あー、ここ全部制御国とか書いてある、すげー、ほんとだから最新情報だ。あ、出会い所もこれだから新しくなってない、新しい絵だこれの。うわ、エクストラ、あ、ヤガラまで乗ってるわ。待って待って、この人名前あんの、え、ミッションインキャッシュボール、何、どういうこと。うわ、もうここも考えたい。あ、金塊の主、こっちもね、こっち出て三日月、うわ、すげえ、何これ、ミッションイン、うわ、これなんか絶対ある、うわ、発見したい、ミッションインキャッシュボール、ミッションインキャッシュボールってことこれ。お金好きだから。うわ、ちょっとおもろい、これ。うわ、めっちゃおもろい。いい仕事してまんな、ちゃんといるわ。うわ、うわ、すげえ強いんじゃん。あ、いるいる、みんないる、みんないる。うわ、サンクに乗ったね、ついに。サンクに乗ってなかったですからね。ビークリマーク。うわ、うわ、うわ、すげえ。初の人いっぱいいるわ。ビークリマークだ。うわ、おもろ。いや、これやっぱエクストラのこの、名前の遊び心よな。あ、フィヨンセ？俺が知らないだけな気も、あ、いや、ここ初だ。ルリス？ブルーディープか。うわー、だ、乗ったんだ、だからついにこの辺がね。それヒラメラとかね、この辺乗ってますね、イスイとか。うん、ハレージ。なにこれ、地獄かまぶた、メガテンパチ、ロー。何を言ってんの。名前長、漢字多。え、今までで一番漢字多いんじゃないこのキャラ。やば。うわ、もうこの辺、何これ、ハレージ。ザンギリバル。うわ、この辺とか全く覚えてねえよ、もうそもそも。顔も覚えてねえわ。喉違和感。何、喉違和感。あ、プドスの、らへんのやつか、すげえ、引っ張んなって。寝起き。ちょっと待って、ここら辺めっちゃおもろい。あ、補填。あ、乗った、ついに乗った。見回り組。うわ、すげえすげえすげえ。ヒムロ。うわ、この辺知りたかったもんな。ガルダン。ガンガル。うわ、すげえ、発明。うわ、すげえ。うわめちゃんこ興奮しますね、これ。うわ、最高。はい、というわけでビブルカード読まさせていただきました。誰というわけで、さっきの声の主、はい、このお方でございます。ご自己紹介お願いします。はい、現在ワンピースの原作担当をやらせていただいております穴山と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。穴山さん、初ですよね、こう撮るの。はい、ね、初めてです。もうめちゃくちゃ緊張してます。本当ですか。はい、いや、なんか僕もその本当に一回なんかあのね、ちょっとご挨拶とかさせていただいたことあったんですけど、いや、クイズ出されると思ってなかったんで、ちょっともうぜひ内藤さんたちの動画を見てたのでやってみたいなと思いました。やっぱ歴代の、はい、急に出されるんだってマジで。というわけで、ちょっと今日は穴山さんお越しいただいたので、まあいろいろ気になることあるわけですよ、はい、ちょっと久々にこうシリーズがね、まあ、またねその再スタートってことになったと思うんで、ちょっといくつかあのお話しさせていただければと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとまずそうですね、穴山さんまずそんなにわからないって方も多分いると思うんで、どのあたりから今原作は担当されたんですか。本当にエッグヘッド入ったあたりから担当させていただいておりまして、じゃもう直近の、そうですね、まあ、フィルムレッドが終わったぐらいからビブルカー105巻ぐらいからやってる感じですかね、はい、じゃあ今も 2年ぐらい。そうですね、2年弱ぐらいですかね。で、普段はあれですよね、もう尾崎先生のところに行って原稿を、そうですね、で一番最初にワンピースを読むか。そうです、はい、すごい好き。それ光って見えますもん。いやいや、そんなもんなんかこっちからすると やっぱもう そこが一番この何ファンとしても何とんでもない重役というか、なんかもう見ててもやっぱ感じますしね。いやいや、歴代のねやっぱ方々もそうです、ね、ここに電話置いて寝るみたいなよく聞いてるからまあそんなね穴山さんが、まあ、今回も、はい、まあ、この原作担当の方が、まあ、ビブルカードね監修されたりもしますってことなので、はい、まあ、今回もこれは
穴山さんがいろいろ動かれて、はい、うわもう最高でした。ありがとうございます。興奮しました。一番嬉しいですね。よかったですよ、はい、いやこれもやっぱ新しいビブルカード出るときとめちゃめちゃ興奮しますから、うん、いやそれはなんか今だから生で見られてたんでこっちのそのリアクションもね、いやなんかちょっと恥ずかしい面もありです。いやもう嬉しかったです。よかったですか、はい、拾えてました。いやもうめちゃくちゃ拾えてました。ああよかったよかった。さすがです。ポイントやっぱり、はい、どれが気質でどれが気質じゃないかっていうのはやっぱりもう全部把握します、ね、それを言ってもらえるのがすごい嬉しい。よかったです。ワクワクやばいっすわ。でネボニーももちろん出て、はい、ムゲロのチームはね、まあ、結構今までカード出てましたから、うんうん、あれですけど、まあジンベイもね新情報ありましたよ。そうですね。何海散歩って。いやもう島と島の間で公開中にでも海散歩をしてるっていう。わしはちょっと行ってくる。行ってくるって。って趣味なんで。めっちゃ可愛いやん。いや嬉しいっすな。あとやっぱ何と言ってもバインダー最高です。はい。ギアフィルスなのが。いやこれはでこことここで絵柄がまた違うのが嬉しいです。うん、ここの絵柄もといやこっちのカードのギアフィルスの絵柄が違うのがたまんないですね。これジャンプの表紙ですし。いやこれもうこれ最高です。これたまんないっしょ。そう今僕がこれ今撮ってる時点でこれ全く発表されてなかったんで。うん、もう最高です。絵もいい、この後ろの絵も最高ですよ。いやいいですね。でもこの辺とかはやっぱりもうどのくらいからこれ始め出したんですか。結構前ですね。あもう半年以上前ぐらいから動いてた。まあそうですよね。それこそ最初はその色見本というか、印刷所の方が出してくれるこの白の色をたくさんみんなで選んで、いやフィフスだから紫だよねって言って、あこれの色か、4パターンぐらいに絞って小田さんにお見せして、うわで小田さんがこの色かなっ て, 言って白になった感じです。すげえ、すげえ話なんだよ、これいつも聞くけど、この生の声、はい、こっちはもうめちゃめちゃ興奮しますから、いや、最高ですわ。ありがとうございます。ちょっと聞きたいのが、はい、まあ、お答えできる範囲でいいんですけど、はい、まだ続くんですよね。もちろんです。うわい、うわい、このワルクリーの時もね、何冊かこの後ブースターパック出ましたから、そうですね、今回も出るということで、はい、これ7月4日時点だとどこまで発表されてるんですか。7月4日時点だと次のブースターパックについて動いてますよっていう情報が入る感じですかね。詳細はまだ。詳細はまだ。うわー、なんだー。いやもうだって見たいからめちゃくちゃ言いますよ。もう言うだけ言いますね、はい、誰が出るかがもう分かんないんで言うだけ言いますけど、もう五郎選手出るか分かんないけど、五郎星は気になりますよね。気になるよ。もう何色なのかも分かんないし、うん、まあなんか世界政府の色なんだろうなって気もするし、うんうんうん、ねだって、ね、能力なのかなんかね、何々色もいいとかも分かってないし。そうですね。年齢よ、何歳出んのシークレットなのとか、なんかその辺もなんかもうハテナでも興奮しますもん、うん、あ分かんないんだでも興奮しますし、あとそれ以外だとそれこそ、まあ、クマももしかして出るでしょ、はい、ボニーがね、はい、今回新規でありますからクマもだし、ステューシーもとかね、エッグッドキャラで言ったらね、あと新たな情報いっぱいその辺来てますから、はい、ベガバンク、はい、それはね先にゴロス言っちゃったら、うん、ベガバンクだけでだって7枚でしょ。そうですね、ありえるとしたら、はい、うわ何が出んのだってベガバンク、うわ鉱物とかみんな違うのかな、うわえ一緒なのかな、うわその辺も興奮しちゃいますけど、全部鋭すぎてちょっと言っちゃいけないことになっちゃった、答えちゃいそうだったいやいやもうこっちはやっぱその辺が気になるわけですから、はい、身長もね結構やっぱ、はい、漫画で見てると大体やっぱでかいんだなっていうのが分かるんですけど、ね、はい、リリスがまあ大体みんなと同じぐらい、うん、でエジソンちっちゃいとか分かるんですけど、結構意外とステラでかいじゃないですか、はい、あれも結構身長気になったりしますね。ヨークもでかいですしね、うん、いやヨークはもう一番でかいですしね、はい、アトラスもか、はい、その二人でかいですから、でルフィが一回アトラスはカイドウぐらいだなみたいなアトラスに対して言ってるんで、まあ大体そんぐらいなのかなとかもありつつ、いや気になるなぁ、いやベガパンク気になるなぁ、でも本編も気になるしベガパンクに関して今やばいですよ、はい、一番最初に読んですもんね、すごいですまあいろいろ聞いてるけど、なんか聞いちゃいけねえ気がするからやめよう本編に関してはずっとベガパンクがやばい、喋ってますね、ずっと喋ってますよ、どこまで喋るんですか、夏はどこまで喋るんですかねレイリーみたいな気持ちになりますけど、危険なそりゃ消されるわっていう、その世界政府から見てもね、はい、そりゃ消されるわってね、いやーいや楽しみです。まあもうあと分かんない、入るか分かんないけど黒ひげ海賊団とかね、はい、ガープとか、はい、クーさんもうそのあたりだって激動でしたからね、ちょっと前に、ね、また新規に来んのが、うん、まあ、来なくてもね分かんないけど、まああとソード、そこで言うとね、はい、まあ、ソードも面々としてはめちゃめちゃ出てましたから、そうですね、ソードは読者からも声がこう人気ですもんね、読書してくれという声が多くて、うん、まあ、ひばり
ちゃんあたりめちゃめちゃ人気ですからね。そうですね、激アツですから、ね、コビーとのね、はい、SBS で明かされてるその、ね、レンボの女王みたいなものもこうなかなかファン的には嬉しいみたいな。嬉しいですよね、はい、なんかそのあたりもどこまでね書かれるのかとかも気になりますから。はい、まあ、そんなもんですか。ロックス海賊団は出ないでしょ。どうなんですか。ロックスはロックスに関しては何も言えないですねでしょうね、はい、でしょうね。いや出なくてもいいのよ。もう何が出て何が出なくても、もうこっちはもう楽しみですから。ただ、はい、四季についての情報が SBS で今回同時発売する109巻にちょっと入ってます。おいおい、とんでも情報俺聞いたぞみんなは今7月4日ですからこれ見てるの、はい、俺ちょっとそれをずっともやもんもんしながら買ってください。寝ますだから俺7月4日まで、はい、コミックスも109巻同じタイミングですね、はい、ぜひそちらも。四季乗ってんの？え、じゃあ四季乗る？四季も欲しい。そりゃもう本当に岩崎さんのライカーやずって言われてるので。そう言ってます。気になるんですよね。僕多分言いましたもん岩崎さんに、はい、映画キャラもどうかってなんか言ってたけど、はい、それめちゃめちゃ。で、歌ちゃんも出たので。いやそうですよ。だって原作にもね一応まあシルエットでね、はい、歌っぽいのやっぱ書かれてますから。歌ちゃんもいやどうなんでしょう。やりたいですね。どうなんだ、どっちだ、わからないぞこれは。やりたいです、ね、やりたい。そのあたりはまた今後の情報を楽しみにということで、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっとなんかせっかくなんで原作もなんか今の言える範囲でいいんで、はい、ちょっと原作もいいですか。せっかくもちろんです。はい、最高です。ありがとうございますまず、はい、いや小田さんにはね、はい、動画でこう勝手に言ってるんでいつも、はい、小田さん最高ですね。いやもういつも動画見てテンションを見てよかったって思いながら見ていただいたんですか、はい、嬉しい。初見の読み、はい、初見を見てもうあんな感じです、はい、毎日毎回も読むぞって言い出すのと僕ニヤニヤしてますよ。いやもう本当にモチベーションやってますいや嬉しいです。そんな嬉しい、はい、なんかちょっと影響を及ぼしてたみたいでなんか偉そうにもすみませんが、すんごいなんかもうあれですけど、まず小田先生体調大丈夫ですか。体調は大丈夫です。あ、よかった、はい、やっぱねパッとしてやったらちょっと、はい、そこがねちょっと気になる部分がおかけしちゃって、はい、ちょっとありましたからね、はい、手術ありましたあったりしたから、はい、でこれレッグヘッドどうなっちゃうんですか。レッグヘッドはさらに結局オチとしてはもう大事件になると言われているので、うん、ね、分かってますもんね、うん、ここからまた大きなショックを与えるって言ってますから、またさらに、もう一波乱あるのか。あります。うわー、ちょっと待って、やばい。もう俺、あ、これだと思ってるもん今の、うん、今読んでる時点の、うん、なんかまだやっぱショックが、何、いろいろ考えちゃうよ、うん、何、うわ、待って、なんかやばいな、やばいこと今、ベガバンクですか今なんか余計なことは言わない消されちゃうので若者、若者の楽しみを奪うみたいな、はいはい、確かにこういう気持ちだったんですね。でもレイリーも俺レイリーで、はい、ベガバンクみたいな、はい、読む楽しみをねえ、ねえ、いや本当だからマジどこまで話すのっていう感覚ですから、今ジャンプもそうですね、ねえ、なんか今読んでるだけだともうこれ以上ないんじゃないかみたいなね感覚もありつつ、はい、いやでもどうなんだまだあんのかみたいな、うん、なんかもうずっとじらされてる感じベガパンクに、はい、あとは、うん、今はベガパンクが喋ってる間はずっと、はい、世界中の今まで出たやつらがそうですねいるんですけど、いろんなキャラがいっぱい出てましたから、はい、そいつらもなかなか面白いことが起こっていて、うんうん、7月4日の段階だと公開されてるのか、はい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 、こいつらの2年後の姿がっていうのが何出ます。なんだってなんだって誰誰だ。2ページ目の段階で映ってるので誰、ちょい読みで結構ワイワイすると思います、うん、やべえ楽しみ。それはもう小田さんもこう指摘したらニヤッと笑ってました、ね、何それ、何それ、気になる、まあ、だって今現時点で結構うわこいつ2年後後だみたいな結構出てたじゃないですか、はいはい、ロシオとか、はい、横川の人に笑ってないみたいな、はい、なんか本当に今まで読んできたこのワンピースファンに対するこのなんかご褒美ですよね。そうですね、はい、そんな感じやっぱ本当この毎週感じましたもん、うん、うわこいついるわここでとかねデマのブラックとか、はい、最高でしょあそことかも、うわなんかそんな感じの方いるんだろうな、いや、ちょっと楽しみにしておきます。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。いやというわけで、まあ、ちょっといろいろね、原作の話とか、いろいろね、ビブルカードのお話を聞けたということで、はい、今日はこの辺に。はい。
させていただきたいと。ありがとうございます。ちょっとまた今後も出るシリーズ、楽しませていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、また、もう僕、ここを宣言しておくんですけど、またやっぱこれ、この時も、全部出た時に、これで、でかい企画をやるっていうのは、僕、やらせていただいてるんで、はい、また今回も。今回、やろうと思ってることちょっと言うと、はい、まあ、1週間か24時間かわかんないですけど、はい、やろうと思ってます。どうなるかわかんない。まだ企画内容何にも考えてない。めちゃくちゃ塩塩に置いちゃうんじゃないですか。ちょっと楽しみに待ってます。お願いします。よろしくお願いします。はい。はい、今日はここまでとなります。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。これからも原作楽しみにしてます。ビブルカードも楽しみにします。次も見てね。明日も楽しみます。ビブルカードやばすぎだからお願いお願いします。じゃあ